マラケシュに昨日夜に着いてですね、府内広場にようやくやってきました。昨日はもう疲れ果てて、もうそのままホテルで休んだんですけども、朝の、まあもう午前中10時ですけど、船広場はこんな状況で、ほとんどのお店は、出ていませんね。また夜とちょっと比べてみて多分全然違うと思うんですけども、船広場、船のこの市場自体が無形文化遺産になっているということで、どんな雰囲気なのか熱気を夜、感じてみたいと思います。はい、夜の船市場にやってきました。サラマリ君すごい活気、波じゃないね。エネルギーがすごすぎるよ。これがね、無形文化財の、船市場ですね。すさまじい。うわー、おいしそう。まあ屋台ですよね。すごい客引きもすごいから、まあ私の顔が問題だと思うんですけど、ブルース・リーに似てるよなみたいな結構言われたりとか結構絡まれますけど、はい、どっかで食べて、見晴らしのいいカフェで、この子全体を写真撮ったりしたいなと思います。食堂屋台にやってきました。肉が美味しそうなので、この31番というね、番号、お店の名前というよりは番号で、出てますね。一応お店の名前もあるようなんですが、だいたいこう何番とか区切られてて、はい、こっちはやっぱ羊が美味しいんで、羊が好きなんでね、ラムチョップとか串焼きの肉を注文しました。あとモロカンスタイルのサラダも注文しました。いや、夜は結構風も気持ちよくて、外で食べるのもいいですね。チリソースと、ちょっといろいろ食べてみましょう。鶏の串焼き、ちょっとチリソースにつけたりとかしてね。これもうまい。なんか香辛料なんですかね。まあ、肉の質もね、いいとは思うんですけど、歯ごたえあるな。トマトとかチリのソースをつけて食べます。あとやっぱり炭火焼きですよね。信じられないぐらい美味しい。個人的にはね、もともとラムチョップが好きなんで、ちょっといただいてみましょう。スパイスがすごい。肉も美味しい。船広場で肉食べるんだったら31番ですかね。まだ他のとこ行ったことないけど、
とチリソースにつけて。味信じられないほど美味しい。納得の味です。すごい熱気です。世界無形文化遺産に指定されているフナ広場の、屋台です。いろいろ旅もいろいろありましたけれども、いいこと、楽しかったこと、大変だったこと、それらも全部含めて、いい経験になりましたし、随所でやっぱり自分自身のいろんな部分が見えたりとかして、またいろんな経験がまた新しい自分を作ってくれたりもしました。